三重交通の公式キャラに発狂していたフェミ。三重交通に特定されて職場に電話されたとブチギレ発狂に呆れの声。内容はこちら。フェミが悪質なデマをルフしているようです。ではトゥーンベリゴンさんのポストより内容を見てみましょう。トゥーンベリゴン、三重交通の公式キャラがくねくねしててエロいと炎上。タマちゃんがツイートで三重交通を批判。タマちゃん、三重交通から私の会社に私宛で苦情と削除を言ってきました。一部界隈が三重交通を猛バッシング。三重交通、本投稿のような対応をした事実はなく一切関係はございません。今ここ、タマちゃん、三重交通から私の会社に私宛で苦情と削除を言ってきました。皆さん三重交通やばくね。誰かが所属本名をリークしたんでしょうが、一般人から企業倫理観を批判する自由を侵害してません。匿名赤ですよ。企業倫理どこ行った。男でもこれ女性が声を上げたらもっと危ういわけですよね。ついフェミたちが三重交通やばすぎと大盛り上がり。三重交通公式 X 上にて弊社が特定の個人アカウントの方に対し、その方の会社へ苦情の連絡をしたという情報が投稿されておりますが、本投稿のような対応をした事実はなく一切関係はございません。詳細は下記 URL をご覧ください。 X 旧 Twitter 上において誤情報が投稿されている件につきまして、三重交通株式会社表題の件、SNS、X、旧 Twitter において、弊社が特定の個人アカウントの方に対し、その方の会社へ苦情の連絡をしたとの情報が投稿されております。弊社においては、現時点において、本投稿のような対応をした事実はなく、一切関係はございません。なお、今後、法令違反や信用毀損が疑われる投稿に対して、法的措置等の対応を取る可能性はございます。以上。ちなみにフェミニスト、タマちゃんの正体は、このような人物のようです。フェミによる悪質なデマ。三重交通は、法的措置等の対応を取るべきです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。三重交通に特定された企業倫理が批判する自由の侵害がギャーギャー嘘でした。こういう嘘を平気で言うやついるのすげえよな。マジで病気なんだろうな。会社宛に連絡なんて来るわけがない。ただ親しみやすい一般的なキャラクターを新調して名前を募集しただけなのに、ここまで大ごとにされてる三重交通さんに同情する。フェミニストの虚言癖の多さよ。しかもすぐバレる嘘の多さよ。フェミ界隈マジで終わってんな。息を吐くように嘘を吐けるということは。次はこちら。個人特定されていないのに特定された企業倫理がとデマ投稿で騒いだせいで本当に開示請求される可能性が高まるとか、どんなギャグだよ。バカすぎんだろ。今後じゃなくてもうそいつに法的措置でええやん。こんな自分から情報開示してるやつ、バス会社特定できるんやないの。三重交通は訴えていいと思うよ。三重交通は迷わず訴えましょう。次はこちら。おっさんだったのか。何？おばさんでなくおっさん？は？おっさんがイラストに発狂してたのかよ。マジでやばいな。50歳で草。50でこんなことやってるじじい、ガチで終わってて草。女がわめいてるのかと思いきや、おっさんだったのかよわら。どんな人生歩んだら、フェミ騎士なんかになるんだろ？こそこそ隠れて大騒ぎしてるのが、おばはんの皮かぶった50過ぎのおっさんとか。もはや妖怪だろわら。ほらな、フェミってやべえだろ。フェミの正体がまさかのおじさん。ただただ衝撃ですね。最後はこちら。こういうのって意外とじじい多いよな。
やっぱ女と出会える可能性に欠けてるんかな。女の味方アピールして下心見え見えなのキモいな。フェミおじがフェミ界隈で目立つためによそ松してるようにしか見えるわ。性欲モンスターの嘘つきおじさん怖すぎだろ。もしかしてフェミって大半が男、おっさんなのでは。フェミの裏側ってなんかドロドロしてるよな。 X マジでモンスターしか生き残ってないな。フェミおじに対する2頭夢の種の見解が聞きたいですね。結論、三重交通の公式キャラクターに対し制服がタイトで体のラインが強調されている、くねくねポーズでくびれている、内股になっていると発狂していたフェミ。しかしそのうちのフェミの一人の正体は50歳のおじさんだったと発覚。そうなると見方が変わってきますよね。50歳のおじさんが公式キャラクターの強調された体のライン、くねくね、くびれ、内股をエッチな目で見ていたのではと勘ぐってしまいますよね。めちゃくちゃドン引きなんですけど。とにかく三重交通は公式キャラにおかしな難癖をつけてくる輩に対し法的措置を取るようお願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。